すごい安定してて安心して行かせていただきました。はい、九条さんの方はね、ちょっと専門的なことになっちゃうんですけど、ね、伴奏のウィシングとかがね結構来られてるところがあったりとかして、そこがポイントになってね、結構ね他のアーティストと違いが出せてたりとかっていうこともあって、非常に良かったと思います。はい、今回ねファイナルチケットゲットできなかった方も何が悪いとかっていうことはもう今ないです。はい、音楽のね趣味趣向や触れ方も多様化しているんで、ね、今回は落選してしまっただけで、それぞれのアーティストが何か問題があるとかっていうことはないです。はい、一番大事なことは本当に音楽は多様化していってるので、自分のコミュニティをいかに育てていて大きくしていくかっていうのが大事なことだと思いますね。はい、すごいみんな見てきますね、見てはりますね。はいはい、ね、対象区 の人口も現在63,500人ほどですかね。はい、ね、大阪 の24区の中では少ない方だと言われてますけど、こういうねイベントが企画できたりとかね、対象区を音楽で盛り上げるというようなイベントがね毎年続いて、地域がね活性化していただければ素晴らしいことだなと思います。すみません、本日は簡単ではございますがお疲れ様でした。ありがとうございました。最後に吉田大正区長からの挨拶です。歌を聴きに来られた皆様方の前で歌でないご挨拶をするのはとても緊張いたします。私に対しても、拍手で応援してください。区長の吉田康人でございます。会場の皆様、本日は誠にありがとうございました。何と申しましても審査員の先生方にはお忙しい中長時間ご後輩をいただきました。誠にありがとうございました。拍手。山口舞香さん、相変わらず花がありますよね。もう大好きです。今日は大好きです。ちょっと口が滑っちゃいましたけど今日は本当にありがとうございました。そしてここからですね、時々忘れがちになるんですけども、あまりにも、身内すぎて忘れがちなんですが、プロの方、区役所職員を含めて、スタッフの皆様方、事前の準備、そして、今日の運営、お疲れ様でした。ありがとうございました。もっと忘れがちで怒られるんですけど、どこ行ったかな、ズーマの、お二人にも、今日は頑張っていただきまして、もう帰っちゃったのかなこれからもズーマ応援していきます。どうもありがとうございました。この T1 ライブグランプリ、10年経ちまして、今日は11年目の第1回目でございます。過去の10年間の第1回目から振り返ってみますと、地元大正区の若い人たちが歌ってですね、そして地元大正区の地域の皆さんで楽しむというのが、スタートでございました。しかし地域活動が、どんどん発展していきましてですね、そうしたイベントはもう地域で、できるようになってきました。そこでですね、じゃあ行政は一体何をするのかというのが問題になりました。10年間終わった時に私たちが立ち止まったのは、そして地域で楽しむことは地域でやっていただいている中で、じゃあ行政は何をするのかということです。そこで11年目が始まりましたけども、20年目の新しい目標を立てました。それは
この大正区だけではなくて、この国にいる全ての子どもたちが夢を持てるような憧れを作っていこうという目標でございました。必ずしも自分たちで楽しむというイベントではなくて、新しい10年間は子どもたちの夢作りに役立つような憧れ作りでございます。そのためには本物の力が必要です。地域で頑張っている人たちももちろん貴重な存在なんですけれども、子どもたちの憧れになるような本間もんの人を、行政でないと来ていただくことができないような本間ものをですね、この会場に来てもらったり、あるいはグランプリ